はい、こんにちは、泉ひなです。今日はですね、久しぶりに、じゃじゃーん、ちっちゃいバッグの時の、わっついマイバッグを捨てていきたいと思います。本当にね、最近はツイマイバッグしてなかったと思うんですけど、今日はこのマークジェイコブスのちっちゃいカバンの中身を紹介していきたいと思います。はい、実際ね、私今からこれ持って出かけるので、本当に実際の中身なので、ぜひ参考にしていただければと思いますし、今まで紹介してこなかった、したことがなかった新しいねアイテムとかもあるので、ぜひ最後までご覧ください。それではレッツゴー。はい、じゃあこれね、マークジェイコブスのカバンなんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ、これ。なんかとにかくね、スタッツがいっぱいついたバッグになります。でね、まあレザーのバッグなんですけど、こんな感じでね、なんか、フリンジもいっぱいついていて、すごくね、デザイン性のあるバッグになります。でね、これはここをね、こうネジを回すと開く感じになるんですけど、ここね、見てわかる通り、チェーンが取り外し可能になってるので、これはね、チェーンをつけたまま肩から下げても可愛いし、チェーン外してね、クラッチバッグとして持っても可愛いバッグになります。これ1年前くらいにね、リンクアウトレットのマークジェイコブスで購入して、めちゃくちゃ可愛いし、めちゃくちゃお気に入りなバッグなんですけど、結構ね、着る服を選ぶので、あんまり頻繁に持ってないのでね、ちょっと今日は久しぶりに持てるのが嬉しくて動画にしました。はい、じゃあこれね、開けるとこんな感じになっていて、ここがね、スウェードなのも結構ポイントです。で、これこんな感じで、中身はここで仕切りができていて、こんな感じでこっちが大きいポケット、こっちがちっちゃいポケットみたいな感じになるので、順に紹介していきます。まずちっちゃいポケットの方にはポケットティッシュが1枚入ってる以上です。結構ね、ちっちゃいポケット容量が少ないので、これここにパンパンに詰めるとすごいね、カバンがパンパンになっちゃいます。で、ここはね、上からどんどん紹介していきますね。まずこちらがハンカチになります。このハンカチはフェーラーっていうブランドのハンカチなんですけど、めっちゃ可愛いんですよ、これ。赤ずきんちゃん柄のハンカチになっていてね、すごい私動画とか好きだから可愛いなと思って、ずっと前、もう3年くらい前に購入してずっと使ってます。私のハンカチコレクションのスタメンですね、これは。でね、ハンカチのけるとめっちゃコザコザしたものがいっぱい入ってるんですけど、まずは必需品のエアポッツですね。エアポッツはこんな感じでケースつけてるんですけど、これは9点で、千と千尋のエアポッツケースを発見して、私ジブリ大好きなのでね、これは買うしかないなと思って買いました。ちなみにこれ裏表どっちも千と千尋のね、千と顔なしになってます。かわいい。ちなみに iPhone ケースもジブリなんで、本当にね、もうがっつりジブリですね。はい、じゃあ次はですね、鍵になります。鍵はこれ何度もね紹介してるんですけど、まずキーリングはですね、父にもらったティファニーのキーリングをつけてます。で、このね、マカロンちゃんは親友のお母さんがくれたパリのお土産のラデュレのキーホルダーですね。で、この紫がね、新たに増えたんですけど、これは最近そのジムに契約したので、ジムの鍵をね、なくさないようにここにつけてます。結構かさばるんですけど、なくしたら一大事なので、ここにつけることにしました。はい、そしたら次はですね、目薬、あとはコンタクトケースを入れてます。もう私はさ、ドライアイだから結構ね、外出た時とかもコンタクトが痛くなっちゃって取り外ししたりとか、もう目薬さしたりするので、必需品です、大事。私が使っている目薬、こちらのなんか目にさすとめっちゃシュワーってする、スパーッとする目薬です。はい、でこれもね、必需品のミンティを入れてます。基本私はさ、ニンニクとか臭めの食べ物が好きだから、食べた後にミンティをね、2粒くらい食べてます。じゃあ次はですね、もう厳選された持ち歩きコスメなんですけど、まず1点目がこちら、エチュードハウスプレイ101セッティングパウダーのシーバムコントロールになります。これはね、見てわかる通り、こっちにパウダーで、こっちにね、ブラシがついている一体型のものになります。私は本当にね、 T ゾーンがすごく油性肌で、お冷えには結構テカっちゃうので、もう絶対ね、ベビーパウダーが必須になるんですよ。でもベビーパウダー持ち歩くのってすごくかさばるんですけど、これだったらすごく長細くてスマートだし、しかもブラシとね、パウダーが一体型になってるからね、かさばらないし便利だし、手間もかからないから、これをね、最近めちゃくちゃ愛用してます。パウダー自体もシーバムコントロールというだけあって、その皮脂を抑えてくれる成分が入っているので、もうこれ本当に最近のおすすめです。だいたいこんな感じでね、蓋を開けてこうやっておでことか、あとはこの小鼻とかのテカったところに乗せてます。じゃあ次は持ち歩きリップになります。持ち歩きリップはね、だいたい私はデパコスを持ち歩くようにしてるんですけど、今日はこちらボビーブラウンのクラッシュリップカラーのクランベリーというカラーになります。開けるとこんな感じのね、まあ茶色が若干入った赤リップになります。これね、手に出すとめっちゃ可愛いんですけど、こんな感じ
感じですね。なんかねちょっとピンクも入ってるけど赤ちゃんってなんかもうおかしいのかな。でもめっちゃ可愛いんですよ。発色もしっかりだしね、ツヤ感も程よくあるのが私的お気に入りポイントになります。じゃあクレンジングでね口紅落としてきたのでこれ塗ってみます。これはね真ん中だけちょっと結構がっつり塗ってまんまんまってやって、であとねちょっとトン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 ってしてまたまんまってやってつけました。はい、こんな感じのカラーなんですけどね、めっちゃ可愛くないですか。これ最近ねすごくお気に入りで結構持ち歩きリップとして愛用してます。じゃあねもうここまで来たら本当に終盤なんですけどね、あと1個足りないものがありませんか。そうです、財布です。でねこれね売ってなかったんですけど、実はねこのカバンねガマ口がついていて、ここにお金を入れてます。こんな感じでね開けると入ってるんですけど、お札と今小銭だけ入れてるんですけど、一応ね動画に映るとあれだから入れてないけど、運転免許証とあとキャッシュカードも持っていくつもりです。お金はね野口英世が2枚、あとね小銭が数えたら800円くらいありました。今回はありがたいことにねカバンにガマ口がついてるので、ここでね、まあ、財布代わりとして使えるんですけど、基本私はちっちゃいカバンの時は本当にねかさばらないちっちゃい巾着とかにお金入れたりとか、もうポケットにそのままバッと入れちゃったりして、財布はね本当にかさばるから、なるべくねめっちゃちっちゃいカバンの時っていうのは入れないようにしてます。そうじゃないと本当にカバンが弾けてしまう。はい、ということでこんな感じで今回のカバンの中身は空っぽになりました。まあ、ということで基本私がちっちゃいカバンを持ち歩くときは、まずポーチとかかさばるものは入れない、もう小物もドバッとそのままガッと入れるみたいな感じが私的ちっちゃいバッグのポイントかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。あとはね香水とかは結構もう朝一番につけても匂いが落ちてきてもあんまり気にしないことが多いですね、ちっちゃいカバンのときは。か、まあ、気になる方はなんだっけ、ちっちゃいやつに入れるのをおすすめします。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。バッツイマイバッグ楽しかったよとかね、そうだな、顔なしのエアポッツケース可愛いなって思ってくれた方、チャンネル登録と高評価お願いします。顔なし可愛いけど泉さんに似合ってないよとか思われた方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ、顔なし、バイバーイ。